スペース X マーリン 1D エンジンの製造工程。輝くノズルは再生冷却のために内部を推進剤が循環するように垂直に溝が掘られている。スペース X のロケットエンジンでは、スペース X 社のロケットエンジンについて述べる。2002年の設立以降、スペース X はこれまでマーリン、ケストレル、ドラコとスーパードラコの4系統のロケットエンジンを開発しており、 2016年現在はラプターを開発中である。スペース X は設立後の最初の10年に多様な液体燃料、ロケットエンジンを開発した。ケストレル、マーリン1、ドラコそれにスーパードラコといったこれらのロケットエンジンはファルコンシリーズのファルコン1、ファルコン9、ファルコンヘビーといったロケット、それにドラゴン宇宙船に使用するためのものであった。 ロケットのメインエンジンの推進剤としては、ケロシンを元にした RP-1 と液体酸素を採用した。一方で、姿勢制御装置のエンジンには、長期保存可能なハイパーゴリック推進剤を採用した。2012年11月には、将来のロケットのために新たにメタンを燃料とするロケットエンジンの開発も発表した。このエンジンでは、 かつてのソビエト連邦の NK-33 エンジンで使用されたのと類似のより高効率の2段燃焼サイクルを採用する。スペース X はケロシンを燃料とするエンジンとしてマーリン1とケストレルの2系統を開発しており、さらにより大型で高水準なマーリン2と呼ばれる設計が議論された。マーリン1は、はじめにファルコン1の1段目のメインエンジンとして、 ついでファルコン9とファルコンヘビーの1、2段目の両方のメインエンジンとして用いられている。また技術実証機であるグラスホッパーにも使用された。ファルコン1の2段目にはケストレルが用いられた。ファルコン 9V1.1 のマーリン1、D エンジンファルコン9の1、2段目に使用されるマーリン1は液体酸素。 RP-1 ロケットエンジンで2003年から2012年にかけて開発された。マーリン 1A とマーリン1バイトはアブレーション冷却炭素繊維副合材ノズルを備える。マーリン 1A は水力 340KN で2006年と2007年に打ち上げられた最初の2機のファルコン1のメインエンジンだった。マーリン1バイトは幾分強力なターボポンプを備えたことにより 水力が増強したが、スペース X の方針により、マーリン 1C に移行したので、打ち上げに用いられることはなかった。マーリン 1C は再生冷却ノズルと燃焼室を備える。2007年に最初の全ミッションの燃焼試験を実施した。2008年8月に、ファルコン1の3回目の打ち上げで、初飛行し、2008年9月の4回目の打ち上げで、 民間開発による初の液体燃料ロケットによる低軌道到達を成し遂げた。続けて2010年から2013年にかけて行われたファルコン旧初期型の打ち上げでもマーリン 1C が用いられた。マーリン 1D は2011年から2012年にかけて開発され、同様に再生冷却のツルと燃焼室を備え、 真空中での水力は 690kN で、真空中での非水力は o ブ3 1 0 s 膨張比は16で、燃焼出圧力は9.7%である。エンジンの新しい特徴は水力を100%から70%に調整できることである。エンジンの水力重量比は151で、これまでに開発されたエンジンで到達した最高値である。 マーリン 1D エンジンの初飛行は同様にファルコン 9V1.1 の初飛行でもあった。2013年9月29日に行われたファルコン9の6回目の打ち上げではカナダ宇宙庁のキャシャップを国軌道への投入に成功した。また将来のロケットの再使用のための実験としてマーリン 1D を再転化して1段目を再突入させた。 ファルコン1の2段目に使用されていたケストレルワロックス RP-1 加圧供給式ロケットエンジンでスペース X によってファルコン1の2段目用メインエンジンとして開発された。マーリンと同じピントル式噴射装置を備えるがターボポンプは装備せずにタンクの加圧のみで推進剤が供給される。ノズルはアブレーション冷却式で燃焼室とノズル下部は 放射冷却で高調力の二オブ合金性である。水力変更制御は、エンジン上部上の電気機械式アクチュエータにより、ピッチ軸と洋軸の制御がもたらされる。ロール軸の制御と、打声段階での姿勢制御には、ヘリウム低温ガス推進機が使用される。メタン、液体酸素、ロケットエンジンの開発は、ケロシンベースエンジンの開発が落ち着いた2012年に、明らかにされた。 スペース X は同社の火星探査という目標に向けてメタン、ロックスエンジンの開発を進めている。このエンジンは新型ロケット用に開発されており、ファルコン9やファルコンヘビーのメタロックス推進剤を使用する上段エンジンの製造計画はない。メタン系のエンジンとしては以下の位置系統が開発されている。 燃焼試験を行うラプターエンジン2019年現在、開発中のラプターは2000年代末からスペース X で開発中のメタン、液体酸素を推進剤とするロケットエンジンだが2009年にラプターの概念開発が開始された当初に調査された液体水素、液体酸素推進剤の組み合わせではない。2009年にスペース X によって 最初にラプターの語彙が言及されたのは上段エンジンの概念のものだった。スペース X は2013年10月にメタンを燃料とするラプターロケットエンジンの系列のために協議して、当初はエンジンの真空中での推力は2.94メガニュートンに到達する予定だった。2014年2月に彼らはラプターは新しい上段と同様に 直径10メートルの超大型のインタープラネタリー、トランスポートシステムで使用する予定を発表した。それぞれのブースターコアは、それぞれのファルコン級ブースターコアでの9機のマーリン1、とルイージーの配置で9機のラプターエンジンを備える予定である。それから1ヶ月経過して、スペース X は2014年3月時点で、すべてのラプターの開発作業は、この超大型ロケット用のエンジンのみで、 小型のラプターエンジンの開発は進めないと研究した。ガス発生機サイクルシステムと液体酸素、ケロシン推進剤を使用する現在のマーリン1エンジンシリーズから始まったラプターメタン液体酸素エンジンは高効率で理論的により信頼性が高いフルフロー2段燃焼サイクルを採用する予定である。二千十四年二月現在、ラプターは水力点四メガニュートンを 真空中で生み出すように設計中で、脂水力は真空中で363秒で、海面高度での ISP は321秒である。ラプターの技術の初期の構成要素の段階の試験は2014年5月に開始予定である。最初の試験の部品は単体のラプターの噴射装置の予定である。ラプターのフルフロー2段燃焼サイクルは100%の酸化剤が 酸化剤ターボポンプの動力として通過し、100%の燃料がメタンターボポンプの動力として通過する。酸化剤と燃料の両方の流れは燃焼室に入る。前は完全に基礎である。2014年までフルフロー2段燃焼サイクルのエンジンは1960年代に開発されたソビエトの RD-270 と2000年代。 半ばに開発されたエアロジェットロケットダインのインテグレーテッドパワーヘッドデモンストレーターの2機種のみに過ぎず、いずれも地上試験の段階で実際の打ち上げには使用されていない。フルフロー2段燃焼サイクルの設計は設計の相反する要素の妥協の可能性により、性能あるいは信頼性のさらなる向上を期待される特徴を有する。 ハイパーゴリック推進剤を用いるエンジンとしては、以下の2系統が開発されている。宇宙空間で噴射されるドラコドラコは、モノミチルヒドラジン燃料と4酸化に窒素酸化剤の混合を使用するハイパーゴリック液体推進剤ロケットエンジンである。それぞれのドラコは 400N の水力を生み出す。ドラコは、ファルコン9の2段目やドラゴン宇宙船の姿勢制御に使用される。 スーパードラコは、67000N というドラコの200倍以上の水力を持つ強力なエンジンである。メインエンジンと比較した場合でも、ファルコン1の2段目で使用されたケストレルの2倍、マーリン 1D エンジンのおよそ1、9の水力を持つ。スーパードラコは、低軌道へ乗員を輸送する、有人宇宙船であるドラゴン2の脱出装置で使用される。また、中止された。 火星探査機レッドドラゴンでは、高火、着陸用のエンジンとして使用される予定であった。ありがとうございます。